い、みーママです。今日はだいぶ遅くなっちゃったんですけど、ほんまはバレンタインの時に作ろうかなと思って買ったんですけど、結局当日に間に合わず、今日撮影してるのがバレンタインの次の日なんで15日なんですけど、ネットを見てたら気になるお菓子があったので、この材料で作ってみたいと思います。よかったら最後までご覧ください。それではスタート。はい、ということで今回作るのはハンドミキサー不要の簡単ガトーショコラを作っていきたいと思います。で、私全然お菓子とかあんまり普段作らなくて、ほとんど初心者みたいな感じなんですけど、まあ多分レシピを見ながら作ればなんとか作れると思うので作っていきたいと思います。まず今回用意したものがこちらのホットケーキミックスと、こちらのバターと、で明治のチョコレートを2枚で、卵が2つと、これはこの前ダイソーで買ってきたんですけど、溶けないココアパウダーをとりあえず2袋買ってきました。で、こちらもダイソーに売ってたものなんですけど、ベーキングパウダーも買ってきました。はい、ということでこの材料で作っていきたいと思います。まず卵を割ります。で、次に砂糖を入れていきます。砂糖は 50g 入れるそうです。ということで見えるかな、 50g 入れます。入れたらよくかき混ぜます。これぐらいでいいかな。はい、次にチョコを湯煎していきたいと思います。まずバターを 30g 入れます。次にチョコを入れていきます。どこで食べようの？食べよう、美味しいわ。美味しそう。うまい。うまい？まだ食べてないやん。溶かしたら湯煎したまま、さっきのね、この卵と砂糖を2、3回に分けて入れていきます。はい、ちょっと入れ物が小さかったので、器を変えたんですけど、混ぜ終わった。たら湯煎から外してこの状態にします。で、次にホットケーキミックスを 30g 入れます。はい、 30g 測ったので入れていきます。続いてココアパウダーを 10g 入れていきます。はい、入れます。で、混ぜていきます。はい、混ざったので、こちらこの前ダイソーで購入してきた型に入れていきたいと思います。はい、ということで流し込んだんで160度に予熱してたオーブンの中に入れていきたいと思います。これでだいたい25分ぐらい焼きます。で、今日はもう一つ作りたいものがあるので作っていきたいと思います。ビーフシチューを作っていきたいと思います。まずデミグラスソースと玉ねぎが1つで、人参1本と、で、今回は牛肉のブロックを買ってきました。こちらを使って作っていきます。まず人参の皮を剥いていきます。軽く洗ったら切っていきます。人参は一口ぐらいに切っていきます。で、玉ねぎは半分は一口大に切って、半分はみじん切りにしていきます。で、お肉も一口大に切っていきます。はい、ということでこんな感じですかね。人参とお肉と、一口サイズに切った玉ねぎとみじん切りの玉ねぎです。お肉を焼いていきます。油をちょっと入れて、で、焼き目がついたら赤ワインを入れていきます。これで少し煮込みます。で、ワインが半分ぐらいなくなったら、皿に移します。で、次にお鍋で人参と玉ねぎを炒めていきます。
と人参に焼き目がついてきたら、さっきのお肉を入れます。で、お水を 500ml ぐらい入れます。で、ケチャップを大さじ2ぐらい入れます。で、コンソメのキューブを2つ入れます。これで30分ぐらい煮込みます。はい、煮込んでるのを待ってる間にさっき作ったガトーショコラが完成しました。美味しそう。これでちょっと常温で冷まします。はい、ということで30分煮込みました。で、次にこのデミグラスソースを入れていきます。で、デミグラスソースを入れたら弱火で20分ぐらい煮込みます。煮込んでる間に洗い物したいと思います。はい、片付け完了しました。ビーフシチューもいい感じに出来上がってきました。で、最後に塩コショウをして味を整えていきます。これはお好みで大丈夫です。はい、ということで完成しました。ということで盛り付けて完成しました。今から食べたいと思います。よかったら皆さんも参考にして作ってみてください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。See you.